こんにちは、キエドラです。今日は次の重心仮想をやっていこうと思います。前回重心仮想の予想もしていたんですけども、コラボの情報によって重心仮想がなかったので、次のモンストニュースでちゃんとしたモンストのオリジナルのキャラが重心仮想すると思います。でそれはね、前回予想していたハーメルン回でいこうかなっていうふうに思うんで、引き続きハーメルン回で、まあ内容に関しては省略します。はい、で次の重心化なんですけど、まあ、最近ねモンストニュース特別版カラーありまして、ちょっとね古いキャラが続いてるんですよね。それまではねクエリーとかだったんですけど、通常キャラだったら、プロメテウス、ユグドラシル、そしてスズランっていうふうに来てるんで、まあなんか最近そういう路線に変えてきたのかなっていう流れを見て、今回は予想していこうかなと思います。またねどうせ外れるんでね、複数で予想していこうかなと思います。今回予想していくのは火属性と光属性でいこうかなと思います。で光が一番最近来てないので、まあ、一番怪しいんですけど、まあ、火も全然あるかなというふうに思っています。でまあ古いキャラで言うと、まあ、ちょくちょくいますね。いるんですけど、まあ、ずっと来ると言われてて来てないキャラっていうとやっぱこいつなんですよね。静か御前で、あとなんか卑弥呼と若干性能かぶってたんで、まあ、神化寄りのベースになってくれたらいいなというふうには思っています。まあ、十字レーザーに関しては八方向レーザーとかになって、まあ魔封じが乗ってきたらね結構強いと思いますので、なんかそういうキャラになってほしいなというふうに思います。なんか最近のね重心化の傾向ってね、爆絶クエストもしくは豪絶クエストを救済するようなキャラいないんですよ、マジで。昔だったらね結構多かったんですけど、最近はもう新キャラでしかそういうのがないんで、なんかあまりね豪絶のなんかイデアの適性いないんで、増やせとか思っても多分結構望みは薄いんでね、僕はね最近期待しないようにしてます。で光に関しては、まあ、結構重心化順当にしてまして、まあ、古いキャラっていう概念があんまりないんですけど、まあ、2000番台で言うとまあちょくちょく最近来てるんですよね。ただまあ今回は古いキャラで予想していきたいんで、こちらのキャラですね、ドロシーでございます。まあ、進化神化合わさると、ナユタの土適性になるのかなっていうところなんで、まあナユタもね登場から間もなく1年っていうところで、まあこれぐらい特攻するキャラがいてもいいんじゃないかなと思います。魔王キラーがねワンチャンなくなっても強いと思いますので、普通に長距貫通ホーミング18の適当にアビリティ追加してね強くなったらいいなと思ってます。まあそんな感じで魔王キラーは最悪なくなるかなと思いますね。まあ以上の2体で予想していこうかなというふうに思います。重心化回来るならハーメル、そして火属性の場合は静か御前、光属性はドロシーでいこうかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。まあ、今年ねまだ魅力とトゥーフォールしか当てれてなくて、まあ限定っていうところで当てやすいところだったのでドンピシャで当てたいなというふうに思ってますんで、対戦よろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価チャンネル登録の方もお願いいたします。それではバイバイ。